はい、よろしくお願いします。どうも、大地です。今回は一つご報告、そして一個、まあ、お願いというか、ちょっと、なんかないみたいな、相談ですね。ありますので、よかったらお付き合いください。で、まず1個目報告なんですけど、先週の木曜かな、金曜にですね、まあ、ご報告っていう動画を撮らせてもらったんですけど、まあ、先週耳鼻科に行ってですね、まあ、耳の調子がちょっとずっと悪くって、で、行ったら、突発性難聴の可能性があるっていう診断を受けたんですね。で、それの、2回目の経過観察、今日その診察だったんですよ。で、午前中行ってきたんですが、まずその結果からなんですけど、薬をこの1週間の、なんかね、この辺、耳のあたりの血行の、まあ、血の流れを良くする薬とか、まあ、何種類かこう飲んでて、で、まあ、その効果があったのか、この聴力、耳の力の数値がかなり良くなってました。で、まあ、その先生から、まあ、ひとまずすごく改善しているので、絶対大丈夫とは言い切れないんですけど、まあ、ひとまず経過的には良好だというお言葉をいただきましたので、まあ、それを、ね、動画を撮っていたので、まあ、一応、経過としては、いい感じでした。ツイッターのリプとか、ほんと動画のコメント欄もそうですけど、あとメールとかでも、すごいあったかい、励ましの言葉と、なんかねぎらいの言葉をたくさんいただきまして、本当にありがとうございました。ですね、正直、今だから言えるんですけど、正直、動画を撮った日、それを言われた日と翌日2日間ぐらいは、自分あんまり凹まないんですけど、そこまで。ものすごい凹んでて、で、やっぱりね、どっかさ、その突発性難聴になってこういう症状になりましたとかいうのを読んでたりとか、で、あと、まあ、ツイッターとかそのね、関わりある方で、実際それをなってこういう風になりましたっていう、実際経験談をね、聞いたりした時に、その、なんだろう、なっても大丈夫でしたよって話もあるんですよ。メールとか、あとネットとか見てても。でも、やっぱ印象に残るのって、大丈夫だったよって話よりも、こう、辛かった話の方が印象に残っちゃうんですよ。俺もそうだったらどうしようみたいな。その中で一番辛かったのは、もちろん病院の先生からも言われてましたけど、もしかして一番ひどくなると片耳ずつ聴力を失うみたいな。なんか両方一気なくならないらしいんですけど、先生が言うには。で、なるっていうのを聞いてたんで、その経験なんでね、同じパパですよね、お父さんの方が、子供の声が聞こえなくなってしまったのが一番辛いっていうのを読んだ時に、自分もそうなる可能性があるんだと思って、めっちゃ泣いて俺夜、一人で。そう。で、まあ、それでも、まあ、みんなからもらったそのリップとかで励まされたりとか、でもさ、ツイッターではちょっとつぶやいたんですけど、ぐちぐち悩んでも、しょうがないじゃないですか。病気良くなんないし。だからやれることをやっていこうと思って、で、切り替えて、で、まあ、今日を迎えて、まあ、なんとかっていう感じです。まあ、ただ、さっきも言ったように、もう絶対もう完治というか、もう絶対大丈夫だよ、よかったねっていうところまでは言ってないので、原因としては結構ストレスが、結構ね、主な原因らしいんですよ。なので、まあ、ストレスがかからないようにみたいなのも言われたんですが、まあ、難しいよね。難しい。でも、まあ、ひどくならないように、ちょっとね、自分の体のことをしっかりこう見ながら、まあ、これからもね、やっていこうと思います。まあ、ひとまず、先週ね、そういう動画を撮ったので、ご報告させていただきました。で、もう一個、次ですね。これはまあ、最初に言ったお願いみたいな感じになるんですけど、自分ですね、今年の目標として、まあ、ほんとメインの目標が、チャンネル登録者30万人達成が、まあ、一個目標にあるんですね。で、数字としてはパッて、公言してなかったんですけど、裏目標として、今年中に、この勉強チャンネル、今見てくださってるチャンネルの総再生回数、全部の、再生回数1億回が目標なんですね。で、今、今日の時点、で、まあ、多分昨日までの数字かなわかんないけど、チャンネル登録者が今27万7105人なんですよ。まあ、出てるやつ、表示がね。で、これは、まあ、自分のチャンネルって他の YouTuber さんと違くて、そのテスト期間とかは伸びやすいんですけど、逆にこう、伸びない時期もはっきりあるんですね。だから、今までの傾向から言うと、まあ、年内なんとかいけるかな、大丈夫だといいなぐらいな感じです。まあ、安心できない数字なんですけど、まあ、達成できるように、まあ、撮影を頑張っていこうという感じなんですが、もう一個の方ですね、再生回数、これ見えるかな、ちょっと丸で囲ってきたんですけど、見える？こっちか。俺が見えない。ごめんね。今9,718万5,916回となってます。これがね。なので今、あと300万回弱で、1億回に、やっとね、まあ、5年半以上かかってますけど、到達することができます。で、もちろん他の YouTuber さんね、有名な方からすれば、1億回言ってる方なんでザラにいるんですよ。自分より登録者少なくても言ってる方たくさんいるんですけど、でもやっぱり自分はこの勉強、まあね、教育系のチャンネルで
1億っていうのはすごく前から憧れというか行きたいって思いが強くてですね。で、一応月間でだいたい300万ぐらい再生してもらえてるチャンネルなので、まあ、ちょっとまたね、そのテスト期間とかで浮き沈みは出てくるんですけど、なのでこれは多分年内はいけるかなと思ってます。で、そこでですね、これからお願いなんですけど、メインね、メインの話なんですけど、その1億回達成記念でなんかやりたいなと思ってます。はい。で、もちろん勉強系の話でもいいですし、その記念だから、え、勉強チャンネルでそんなことやっちゃうのっていうのも一回聞いたらいいのかなと思っていて、そこでぜひこんなことしていませんかっていうアイデアを募集したい。はい。自分一人の脳だと思いつかないので、ぜひ見ていただいている皆さん、まあ勉強系に偏る気もしますけど、まあそれでも構わないです。意見をですね、ぜひコメント欄もしくはツイッターの方に、ツイッターのこれね、ひらがなハイチで3文字で検索してもらえると出ると思いますので、そちらに送ってもらえたらと思います。別に期限とかはないです。まあひとまずあと1ヶ月ぐらいはかかると思うので、達成に。で、今のところ最後、今のところっていうか普段結構多いのは、歌ってみたをやってほしいっていうのが一番多いです。これは本当に多い。耳腐るよって本当に思うけど。まあそれが多かったりとか、あとは質問コーナーですね。結構 YouTuber さんでギリギリ質問コーナーってやる方いらっしゃいますよね。ただの質問じゃなくて、え、そんなことに答えちゃうのみたいなのが多いです、印象としては。でそれでも構わないですし、もし例えばギリギリ質問コーナーやってほしいっていうんだったら、こういう質問、まあそのあたりまたね、正式に募集かけると思いますけど、こういう質問答えてほしいって書いてくれたりとか、歌ってみただったら、じゃあこの曲歌ってほしいみたいなのも書いていただけると、おお、なるほどっていう風に見させてもらいますので、もう何でもいいです、本当に何でもいい。うん、ただ YouTube に投稿できるものにしてください。あまりな下ネタとかそれちょっときついですけど、はい、ひとまず読ませてもらって、あーなるほどっつって、まあ、多分あんま来ないかもしれないけど。そうそう、ぜひね、みんなの意見を聞いてみたいので、コメント欄もしくは Twitter のリプの方によろしくお願いいたします。まあ、ひとまずちょっとね、1億回は本当ウキウキして、30万達成もね、楽しみなんですけど、まあ、そのためにも、まあ、最初にも言ったように、まあ、体調の面もね、ちょっと気をつけつつにはなるんですが、自分のペースで、まあ、勉強動画ね、これからも撮っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。そして、本当にご心配をおかけしてすいませんでした。気をつけます。今度、ちょっと人間ドック待ってるんで、まだ予約してないんですけど、人間ドックはまた、別で撮りますね。はい。健康だといいな。はい。ということで、じゃあ、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。